笑っていいとも in 花巻。さて、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは有限会社ピカット東北取締役専務渡辺仁さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネイルかっこいいですね。ありがとうございます。あの親指一箇所だけ。そうですね、ちょっといたずらしてみました。これ普段からやってるんですか。そうですね、時折すぐに目についたんですけど、右手の親指、今日はプラネタリウムみたいに、はい、今にちょっとキラキラ系のね、私もちょっとネイル好きなんですけれど、あの男性がやってるのはね、なかなか珍しくて結構聞かれるんじゃないですか。そうですね、ちょっと珍しがられますけどね。ちょっと遊び心いや素敵な遊び心だなと思ってね、花巻商工会議所の青年部の現会長でいらっしゃいまして、はい、実は前回の放送の2月2日出ていただく予定だったんですけれど、本当、ね、残念でした。はい、私ちょっとインフルエンザでご迷惑をおかけしました、はい、いえいえいえ、本当にお会いできて嬉しいです。あの先ほどお送りした曲なんですけれど、斉藤和義の負け犬の歌をお送りしました、はい、なんでこの曲選んだんですか。はい、あの斉藤和義の歌が大好きで、はい、いろいろ聴いてるうちで、はい、この歌をちょっと何曲あるかの中から選ばせていただきました。はい、さっきね、花巻商工会議所の青年部の会長っていうことをね、ええ、現在の会長っていうことをご紹介したんですけれども、はい、花巻商工会議所の青年部 YEG という言い方もね、はい、すると思いますけれども、はい、どういう活動を皆さんされてらっしゃるんですか。それを花巻商工会議所の青年部というわけで、50歳までのですね、はい、青年経済人の団体の集まりで、はいはい、例えばイーハートオブフォーラム事業とですね、花火とかツーデーマーチのサポートしたり、はい、いろんな花巻市内の事業に、はい、取り組んで、各山頂は山頂でいろんなところで花火のお手伝いとかですね、イベントのサポートとか、あと地元でやってるイベントの事業をいろいろ活動しておるところでございますね。じゃあ皆さん、お仕事、本業のお仕事しながら各地域のイベントというと、私たちが普段ね出歩いていて、実は YEG の方々にお会いしてることも見かけてることもきっとすれ違ったりとか、そうですね、ね、いろんなイベントの中でお会いしてるかと思います、はい、で今度3月にもイベントされるそうですね。そうですね、はい、3月には今度年間2回やっておりますあの出会いのパーティーなんですけども、はい、プレミアムパーティーといいまして、男女をですね、20組ぐらいの男女でプレミアムパーティーという企画を開催しておりまして、今度3月5日にですね、はい、姫神の方で開催される予定でおります。姫神というと花巻市の松園町。そうですね、あの非常の運動公園のもう敷地のすぐ隣接しているという感じですよね。そうですね、はいはい、そちらの方であの体験型のお菓子作りと、はい、茶道の体験をしていただきながら開催する予定になっております、ね、はい、あ、何かそういう体験をしながらというとお話も弾みそうですね。そうですね、やっぱり男女がこう体験しながらちょっと会話を弾ませてもらって、はい、一緒に和やかにスタートさせるのがいいのかなと思いまして企画しておりました。なんか前回も実はバリスタ体験。そうですね、上手男児さんのところですね、はい、第1回目やったんですけど、11月ですか、はい、その時は20対20でですね、はい、6組のカップルが成立しましたね、はい、あ、すごいですね。じゃあ3月5日の方も興味ある方、プレミアムパーティー。そうですね、はい、じゃあこれはぜひぜひ参加していただければいいなと思いますけど、はい、あの花巻商工会議所のホームページ。そうですね、はい、そっちの方でも案内してると思います。はい、いただければと思います。さあではお話伺っていきたいと思いますけれども、はい、この渡辺さんの会社なんですけれど、藤沢町にありまして、あの業務用とか一般用などのモップやレンジフードなどのレンタル業務とか、あとコインランドリーも、はい、そうですね、はい、はい、いろんな場所きれいにしていくことにつながっているお仕事ですよね、はい、後でねちょっと詳しく伺いたいなと思いますけれども、渡辺さんは小学校、中学校、高校はどちらですか。私花巻出身で、小学校若葉小学校で、はい、花巻中学校ですか、はい、高校が盛岡南高校、はい、で大学は東京経済大学、はい、経営学部ということで、はいはい、で東京に出られて、でその後はやっぱりふるさとに。そうですね、はい、大学4年終わって、はい、U ターン就職して帰ってきました。お帰りなさい、はい、で今2代目ということなんですけれども、ね、はい、お父様と一緒に。そうですね、はいはい、じゃあいずれはもう家業継ごうということで、はい、岩手に。そうですね、はい、戻っていらして、はい、ではここで質問です。今の一番の趣味何ですか。
はい、私読書が大好きで、はい、よく本を読むですけども、例えばどんなジャンルの本ですか、お好きなのは。いろいろ好きなんですけども、はい、経済とか金融関係ビジネス書、うん、とか、あと脳機能科学にちょっとハマりましてですね、あとは引き寄せの法則等々、はい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 、まあ、そんなのを読んでますね。私も読みました、引き寄せとか。あ、そうですか、はい、いろいろありますね。はい、ビジネス書も本当いろんな本ありますしね、はい、じゃあ本屋さん行くと大変なんじゃないですか。そうですね、本屋行くと飽きないですね、いろいろと。実は今日も仕事用のカバンの中にも本が、はい、そうですね、普段から本は持ち歩くようにして、はい、ちなみに今日何冊。今日は2冊入ってましたね。すごい、もう本当にちょっとした合間でもパラパラと開いて、はい、読書熱心ですね。では次の質問です。おすすめの花巻のお店はどこでしょうか。はい、飲食店になりますけども、はい、タカコンさんですね。メニューは何が好きですか。やっぱゴンメンが一番定番の美味しくていただいております。はい、もう一つ、あとはお蕎麦屋さんで大畑屋さんですね。はい、はい、大畑屋さんで頼む定番メニューは何ですか。森三つですか。あ、森三つですね。そうですね。もう決まりですね、はい、この2軒選んだ理由はあるんですか、何か。まあ、ここに行けども実は私の同級生がいましてですね。あ、はい、そのお友達ということもありましてよく行かせていただいております。両方とも人気の店ですよ ね、 そうですね、お客さんが途切れないというかね、花巻でも繁盛店な、はい、人気のある店です。そうですね、タカゴンと大畑屋さんご紹介いただきました。はい、では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか。はい、この質問もちょっと難しくいろいろ考えたんですけどね、はい、私的にはよく私温泉の方によく入浴に行くのが趣味で、はい、それこそ南温泉郷の方に向かいますと山の紅葉がですね、はい、とても脇口に綺麗だなと思って拝見しました。はい、なんか露天から眺めたりしても ね、 ね、気持ちいいですよね。はい、好きな花巻の風景、花巻南温泉郷に向かう山の紅葉ということでご紹介いただきました。では次の質問です。お仕事について伺いたいと思いますが、はい、業務用のとか、あと一般家庭のモップやレンジフードのレンタル業務。はい、そうです。モップというとイメージ湧きやすいんですけど、一般家庭でもレンジフードってやるんですか。そうですね、ご家庭のキッチンのですね、はい、換気扇の周りのフードがありますよね、はい、それのレンジフードにフィルター付きのフードを枠ごと交換するやつをですね、レンタルしております、はい、これどれぐらいの割合で。これ2ヶ月に1回ぐらいでですね、はい、家庭モップを回るときに一緒にですね2ヶ月に1回レンジフードの方の枠ごとのフィルターを交換させていただいてます。はい、ほらレンジフードってもう掃除がすごい大変なところで。そうですね、油汚れがひどいもんですから、そのフィルターをに吸収させてですね、はい、綺麗にお使いいただいておりますね。はい、ほら年末よく大掃除特集とかで、はい、そうですね。よくね、取り外しが大変とか油落とすの大変なんてありますが、2ヶ月に1回取り替えるとあんまり汚れもたまらないで、そうですね、はい、気持ちよく使えると。そうです、はい、ちなみにいくらぐらいなんですか。これだいたい一般家庭ですと2枚ぐらいなんですけど、1枚750円で2枚で1400円ぐらいの価格で提供させていただいておりますね。2ヶ月に1回ですもんね。2ヶ月に1回、はい、それでね気持ちよくキッチン使えるっていうのもすごくいいなと思います ね、 すね、はい、業務用も一般家庭も扱ってらっしゃるということ で、 そうです、はいね、これはちょっとキッチンの掃除とかなんか悩んでいる方とか掃除うまくいかないわっていう方いらっしゃったら ね、 ぜひおすすめしたいところですね。いいですね、はい、で、もし興味ある方はちょっとお問い合わせの電話番号をちょっと紹介していいですか。はい、はい、当社の電話番号になりますけども、はい、0198-223076、はい、0198-223076、はい、興味お持ちの方ちょっとお問い合わせしてみていただければ、はい、と思います。でそれ以外にもコインランドリー事業で銀河モールとか。そうです、はい、はい、どうですか、お仕事、どのお仕事もお家であったりオフィスが綺麗になっていくことにつながるお仕事だと思うんですけれど、はい、何かこだわってらっしゃることとか喜びを感じる瞬間というのはどういう時でしょうか。はい、やっぱりコインランドリーはですね、清潔感が一番お客さん気にするところなんで、常に綺麗な店作りを心がけて掃除をしてですね、はいはい、綺麗に使っていただきたいなと思って、はい、しょっちゅう掃除してですね、綺麗な店舗作りを目指しております。はい、あ、なるほどね、まあ、使われる方の笑顔につながっていく。そうですね、ということですね。では次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、私2つ挙げさせていただいてるんですけども、はい、1つは運外蒼天、はい、これはこんなを乗り越え
努力すれば心よい青空が望めること、はい、という意味ですね。雲の外には青い空っていう、ね、ことですよね、はいはいはい、でもう一つが継続が力なり、うん、これはポピュラーですけども、何事も諦めずにやり続ければ必ず力がついて成功するよと、はい、いった意味合いで2つ挙げさせていただきましたね、はい、かなり粘り強い方ですか。そうですね、諦めないように努力したいとは思っております。もともと中学まで野球もされていたということですけれども、はいね、やっぱりもう繰り返しトライするというか、はい、そうですね、お話を伺ってまいりましたけれども、本当にいろんな場で私たちが実は身近で使っていたりとか通り過ぎているような場所でね、渡辺さんの会社のものがね関わっていることもあるかもしれませんし、お掃除ってすごく私自身もね日々今も研究中で本もたくさん持ってたり買ってたりするんですけれども、すごくなんかコツが知りたいななんてね思うこともあるんですけれど、業者の方を利用するっていうのも一つの知恵ですよね。そうですね、ぜひ使ってみてですね、はい、心地よく使っていただければいいのかなと思ってます、はい、もう花巻以外の方でも地域的には県内全般、やってますよ、はい、ああ、なるほど、本当岩手県内の方でもちょっと興味持った方がいらっしゃったらね、ぜひ、はい、お声かけていただければ、はい、そうですね、わかりました。さてお話伺っている間にですね、あっという間に時間が来てしまったんですが、この次のお友達のご紹介をお願いします。はい、我々花巻商工会議所青年部のですね、はい、平成29年度の次年度、専務を務める日光電機のですね、はい、専務取締役岩立光君を紹介したいと思います。岩立さん、どんな方ですか。あ、とてもまだ若くてですね、はい、バリバリと仕事もやってますけども、はい、青年部の活動もバリバリ、はい、やっていただいております。はい、以前商工会議所の枠で一度ね出ていただいておりますが、改めて、ね、青年部のメンバーということで、はい、はい、またお話をね伺いたいと思います。じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。私も今年度ですね、平成28年度花巻商工会議所青年部会長を務めさせていただきました。あと2ヶ月です、3月いっぱいまで最後まで頑張って、務めを終わらせたいなと、で早く次の次年度にですね、はい、バトンタッチして、はい、ますます花巻商工会議所青年部が盛り上がれるように、ますます頑張っていきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻、有限会社ピカット東北取締役専務渡辺仁さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。